長聖堂のキリスト俺は弱すぎるなぜこう人を求めるのか後で必ず後悔することが分かっているくせに勇者は何べんも自分にこう言ったそして時々後ろを振り向いた背の高い孫四郎が群衆の上に伸び上がって その青ざめた小さな皮肉な顔で笑いながらどこまでも自分の跡を見送っているような気がしてならなかった彼はその視線を背中に感じてムズムズするように体を震わした「行列を見ているあの目の怪しさを見ろわしが誘惑するもないもんだへっあの猫かぶり目」 こんなことを何もかも見抜いたような調子で細君に言っている孫四郎を後ろに想像すると彼はたまらない予感を感じながらも不思議にその予言に支配されるような気がしてならなかったしかし大股に急ぐ彼の歩調はいつの間にかのろくなりがちだった眠くてたまらぬものが 気がついては目を無理に開きながらもつい居眠りをするようなものであった。何とも言えぬ寂しさが重い国印のように上から彼の頭を押さえつけていた。自分を信じない者がただ孫四郎にとどまるならあんなやつに俺の何が分かってたまるものかと平気でいられる。しかし孫四郎の 冷たい表情の裏には同じ総合の運命の顔があるような気がした。それを自分の馬鹿らしい気の精度あるといかに思いその不快な幻影を払いのけようと頭を打ち振りながらも脳裏にこびりついた孫四郎の顔はただ孫四郎の顔とは思えずその皮肉はただ孫四郎の皮肉とばかりは思えなかった。 こちらが近く力なく反抗すれば向こうはさらに恐ろしい声で「あいつに何ができるか」「へっへっ」と反響しそうに思われた彼はステッキで固い血をたたき咳払いとも叫びともつかぬ声を絞り出して空を仰ぎそして歩いた通りでは遊女の列にからかう男の寡頭な笑い声や 乳がいじみた女の声が聞こえた一種の本能で勇者はその行列を見るのは嫌だったそれで工事に入ったしかしどちらへ向かって彼は自分の家の方へは行かなかった彦さんの中腹を少し降りたところに父の建てた自分の古い家60になる出戻りのおばと 二人で彼が住んでいるその家には朝日はよく照るのだった日が照っている間そこは彼にとって真に落ち着ける唯一の温かいうちであり道場であった彼はそこに祀ってある擬芸店と共に暮らして少しも寂しくなかったしかしそこは昼の家である日が向かいの 稲佐ヶ岳に隠れて眼下の町々にちらほら明かりが瞬き始めさらさらという夕べの肌寒い風が障子の穴から忍び込むがいなや彼に全く新しい第二の一日と世界とが始まり彼は落ち着きを失うのだった天井に二三の星が何かを招くようにきらめき 地上にぽつりぽつりと明かりが光り染めることは朝赤子が目を開くのと同じ新鮮な感じで彼をおののかすのであった。かくて夜の世界の不安と赤猟と戦慄と魅力とが魔のごとく彼を襲い捕らえた魔に捕らえられることは恐るべき苦痛であり。 またた。寒い喜びであった何かが抵抗すべからざる力で若い彼の心臓を沸き立たせ真昼の端正な義礼店までが妖艶あだな姿に感じて返じて燃える目で彼を内から外へ誘い駆り立てるのであったその家に今これから帰ることは 思っただけでも苦痛なことであったそれが苦痛でなくなるまで彼は外で夜の世界で疲れきらなければならなかった彼は大鳩の海岸の方へ向かって浜から来る潮臭い秋風に震えながら歩いたいつもそこを通るごとに癖のように引きずられて立ち寄る品店の前を 彼は今気がつかずに通り越していた彼は海岸へ出た「症状たる11月の浜辺には人影一つなく黒い揚げ潮の上をペラペラと撫できたる冷風のみが明かりをつけた育住の鳥羽舟をおもちゃのように翻弄していた岸に沿って湾曲している防波堤の石に腰掛けて 杖を垂らせばその先の一二寸は楽に海水に浸る。いしひしとあげくる秋の潮はひさしのない屋根船を木の葉のように軽くあおって往来と同じ水準にまでもたげている。彼はそこに腰をかけた。海に突き出して一つの城郭のように館が右手に見える。 点々たる星の空の下にくっきりと四角に浮き出すその家の広間の中は高校としてどのくらい明るいのかと思われる確かに白昼より明るいに違いないしかもなんという物々しい不気味な明るさであろうそこには人の家らしい落ち着きや幸福はみじんもない 島を囲む黒いさざ波がピタピタとその礎を洗うごとくに夜よりも暗い無数のふさふさがその明るい大広間を取り巻いているそこからは落馬たる陥落の原歌が聞こえ干からびた寂しい笑い声がにぎやかに漏れてくるそれは普通オランダ屋敷と呼ばれている出島の欄干である ウサはその異様な家の方に向かって歩き出したそして歩きながら彼はキョロキョロと辺りを物色した孫四郎を彼は探していたのである出島へ渡るためには橋家に乗らなければならない橋家の渡し森は奉行から使わされている侍である異国人と遊女と 武行書の観察を持った者のほかそこへ行くことの許されぬ金庫の島へ孫四郎の行くわけはないどうせ嘘に決まっているあの道楽者が今更らしくこんなところへ絵なぞ描きに来るものかと彼は思ったしかしそう思って振り返った瞬間彼は大きな白い 首の長い一つの顔を見たような気がしてギョッとした彼は身震いをしそして怖いもの見たさのようにもう一度それを見たそれは番小屋の後ろから高く首のように突き出た新しい白木の考察であった「バテレンの祖人銀三百枚イルマンの祖人 銀200枚「立ち返り者の素人同段」「同宿並びに隠し置き」「頼り現るるにおいてはうんぬん」の文句が威嚇するように墨黒黒とそれに書かれているそれは人間の書いた字でなく鬼の書いた字のように思われた「バテレン」とは恐怖宣教師のことであり イルマンとは法の兄弟すなわち準宣教師のことであり立ち返り者とは一旦た宗門を転んで再びキリシタンに帰った者の,のことである誰だ歩いていた侍は寒そうに腕をこすりながら聞いた勇者は返事をしなかった何者だ 芋のしだ芋のしとはなんだどういる交渉だどういるそして何を作るなんでも富士山でも君の首でも作るユウサはちょっとからかいたい気持ちになった「貴さよく来るな島へ行きたいのかある女を見たいんだ」。 だけど、行っちゃあげないよ。そして彼が去ろうとした時目の前にあって手に取るようにみだらな鷹声の聞こえてくるオランダ屋敷の2階に女の叫び声が聞こえてけたたましい足音と同時に大きな菊の鉢が窓から落ちたそして石に砕ける音がした一時しんとした後。 猫を抱いた日本の女の小さい顔とその上にのしかかった恐ろしく大きな煙じゃらの男の顔とが現れそして彼らは何かいがみ合いながら笑って赤いカーテンを下ろした「あなたもしやこれではなくて」。 女はふっくらした人差し指で膝の上に十字を描いた。なんだそれは。男は目を丸くして女の顔を凝視した。これよ。と女はまた書いた。分かってらっしゃるくせに。キリシタンかしそんな大きな声で。女は慌てて静止ながら眉を寄せてる。 あたりの気配をうかがってからまっすぐに彼の目を見てうなずいた僕がなぜただそんな気がしたのよそうじゃなくてそうじゃないあれらから言えば僕はいたんじゃしゅのとだ誰でも悪いことをしようとしているときは神聖なもののことを言ったり 考えたたりしたくないもんよでなくちゃのんきに楽しめませんものねところが僕はあいにくそんな神聖なものを信じちゃいないよそうなぜ女はまた彼の目をじっと微笑んで見入りながら追求した「なぜったって僕はキリシタンは嫌いだからさ」と男は声を低めもせずに言った。 やつらはやつらの仲間でないものは人間じゃないと思ってやがる心の腐ったものだと思ってやがるふん羊の皮をかぶったやつらの謙遜ぶった傲慢さくらい胸くその悪いものはないよそれは全くね今どきの信者ったら本当になってないわ虫がよくって不真実で卑怯で あとでお決まりのコンチリさんのガラツツキを唱えさえすれば、どんなひどい罪でもきれいに償われると思い込んでいるのですものね。はじめから許されることをあてにして、キリスト様のお像でもなんでも踏めと言われれば平気で踏むのですものね。あんなことで救われるもんなら、救われることくらいお安いことありゃしませんわ。 そうでないものだってまだいるにはいるが」と男はちょっと横を向いたとにかくお上というやつがあんまりめちゃないじめ方をしやがるからみんながいじけて曲がっちゃったんだ人間がこらえる力にも限りがあるからなそれはそう「無理はないにはないわ」と女はしめやかに言っ 人間はずるく利口にならないでは生きていられないのですものね。まことだの、正直だの、熱情だのなんて、そんなものは今どきの人はみんな捨てちまわなくちゃならないんですものね。おだけど寒いわね。うん、女は正直をきちんと締めに、妻を乱出して立った。あら 花火と彼女は縁の欄干に手をついていった寂しい花火だことそしてまた右を向き「こんばんはおばかさん」と言って手を振った「こちらへ入れよ寒い」と男は火鉢を抱いたまま動かずにいった人に顔を見られるのが嫌だから 「こそこそ泥棒さん」と女は男の方を向いて白い歯を見せた「なんだかお主の客はわしの知ってる人のような気がするがな」「へっへっ」とあちらで男の声がしたその声を聞くと客はぞっとしたように体を震わせたあなたのお連れのような人じゃなくってよ。 もう少ししのある人らしいわ。「見にいらっしゃい」。こう言いながら女は障子をピシンと閉めて入ってきたそして男の手を両手で取って「おー冷たい」と言いながら眉を寄せ赤い下唇をむいて見せた2人はしばしじっと顔を見合わせながら座っていた。 君こそあれだろう。やがて男が言った。私があれえ、これは面白い。何か敵討ちに言おうと思って言うことがないもんだからあんなこと。隠したって分かってるよ。少なくとも以前はそうだったろえプッと女は吹き出した。 私偉人と会うおかげであの方のことは詳しいから今日は師走の8日だわねっていうとサン・ジュアン・エワンゼリシタ様のご命日だわおもうじき高誕祭が来るわねそれからお正月ああ そうだだ。よ、君はあれだ僕は探偵だから一目でわかる。あははははは女は高笑いをした信者がこんな商売していると思って何だじゃあ君は僕があれであることは本人じゃ許されないことだと思うのかいさあ許されないことはないでしょうよ。 ああなたいい人じゃありませんかところが君にそんな商売をさせているのは誰だ僕のようないい人じゃないかだってどんないい人だって魔がさすってことはあるわじゃあ君は魔がさしたんだな元は熱心なあれだったのよしてちょうだいよあたしそんな女に見えてはばかりながら 私これでも一度そうとなったら死んだって転ぶような女じゃなくってよそうかいところが僕はまた不幸な境遇で嫌な商売を強いられたためにあれでいられないような収文ならそんな注文を呪ってやるよお志ありがとうところが 私はまた私のような堕落した女がそうやすやすはいるやすやす入ることが許されるような収門ならちっともありがたいとは思わないのそれどころか軽蔑してよ私は私のようなものに固く門を閉じて決して受け入れないような厳しい収門をこそあがめますわと女は強くそう言ったするとマリア・マツダレナは 救われなくては救われてはならなかったのかね冗談じゃないわと女は打つような手つきをしていったあの人は初めから救われるような方だったんじゃありませんかそして本当に心の底から解雇なすったんじゃないのだからどんなことをなすったにしろ救われなすったのよ 私なんぞ初めっから泥,船沼泥沼の中で満足するように生まれていて食い改めたことなんぞ妻の赤ほどだってありゃしない大違いよそんな比較をされちゃあたしは腹が立つわだからあたし自分が救われようなんぞとは夢にも望んでいなくってよこのままで地獄に落ちていけばちょうど本物なんですもの そんなら、僕も地獄に行くさ。喜んでお前と一緒に「は <laughs> いらっしゃい」女はそっけない調子で低くこう言うと青ざめた顔にかすかな小じわを寄せて冷ややかに笑ったそして「まあご馳走の遅いことどうしたんだろう」と独り言を言ってポンポンと手を打った。 お前は俺を信じないのかね俺のまことやや規制をくじかれた男は燃えるような哀れな目で女を見,、ね、見つめながらこう言ったそうしてこういう商売の女に向かって一番陳腐な愚れなことを聞いたもんだと気がついた顔を赤くした「さあどうだか知らないけどあなた若いよで」 年取っているのね。なんだかあなたが興奮しておっしゃることは、おじいさんが若者の言葉を使っているようだわ。どこか不自然な、嘘なところがあるみたいだわ。嘘俺がはあ、そう思えるかね。男は一度若くなった後で、苦がにがしくこう言ってゴロンと仰向けに横になっ そして女の心底を逆に思うとするように険しく女の顔をにらみ見たそう思えてよ私にはもうあなたは分かったさっきの熱し方に控えてどこまでも女は冷然と答えたあなた誰か私に似たいい人でもあるんじゃなくてえ <laughs> 男はぎっ っっくくりとして耳元まで赤くなった「ほら赤くなった赤くなった当てられたでしょ?」「女は男と共にさっと蒸気したような顔を赤くして膝をたたいたそしてトゲトゲしく笑った」「さあ神妙に白状しておしまいなさいあなたはどうせ私の眼力をくらませはしないわ」 私ちっどうせあたしあなたに惚れてるわけじゃないんだから許してくれだがと男は言った俺が君に対して不実だと言えばそれこそ嘘だ君が信じないのは当たり前だが君はもう俺にとっちゃそんな借り気のもんじゃない決してよくて。 そんな苦しい弁解しないでも「あなたまだ坊ちゃんね」と女は笑った失恋した男の人はよくその恋人に似たエセ女をあさるものだわそしてその恋人の幻をそのエセ女の形骸でまやかしていることに自分で気が付かないんだ女こそいい面の皮だわね そのくせ厚かましく実があるなんぞと思わせようとするんですもの自分を不実な男と思うのが自分で嫌だもんだからだけどそれでいいのよ今式でいいのよねえその人はやっぱりあれうんそういううちの娘だまあかわいそうにそれであなたを断られたのね なぜそんな辺境なことをするんでしょうねあなたのようなかわいい人に私にできることなら人肌脱いであげるんだのにそんな顔するのはおよしなさいよ私ちっともあなたに嫌味を言ってるんじゃないわ私あなたが私なんぞに実があってくださることを冗談にも望んじゃいなくってよ本当に。 あなたの深い実は何か？もっと他の尊いものに捧げられていりゃいいのよ。天国にあるその恋人の神聖な幻でもね。こんな漆喰の人形のような女の骸なんぞに捧げられべきたちのものではないわ。私ちゃんと知っててよ。そしてあなたもご自分でちゃんとそのことを知ってなさるのだわ。 だからあなたの優しい燃えるような言葉にはどこかうつろな響きがあるのは当たり前すぎるわいくらあなたがそれをご自分では不満足でもねそして女は立ち上がり沈んだらしく黙り込んでいる男の脇へ近づくと長ギセルの煙をふっとその顔へ吐きかけたあなた怒った 男は飛び上がりしびれるほどの力で女の手首をギュッとつかんで引き寄せるとその白い濃厚な香りのする胸に噛むごとく接吻したと女の肌に首からつるしてあった細い黒炭の数図とその先にぶら下がっている銅貨の,のようなものがちらりと見えた「いやなんだこりゃ目イか?」。 コンタスよそれでも向きに男に抵抗してシャニムに鎖,薬を鎖を引きちぎられた時女は投げ出すようにこう言って男を睨んだそれは古い南蛮渡りのコンタスであった「お前こんなものを持っているのか?」と男は夢中でそれを明かりの下へ持って行きながら聞いた。 ひららっ,っさらってきたのよ」と女は言ったおとといの晩だったかしらオランダ屋敷であそこにはそれは欲しいものがうんとあってよあいつらはひひだからあたしたちが欲しいといえば赤だらけの呪痕とだって何でも交換してくれるわこの指輪だってそうよ女はこう言って 琥珀と群青石の指輪を一つずつはめた両手をちゃぶ台の上に並べてみせた「ほうなんといういい色合いだ肌の味だ」男はもう女の言葉も耳に入らぬらしくこう言ってそのコンタスに見とれながら何遍もそれを撫でていた「あたしの肌の油がついたからよ」。 そしてこの彫り物も素敵だサンタマルヤかなビルゼン様ではないわマルヤ・マツダレナ様だわと女は言ったあなたビルゼンって横文字でどう書くか知ってる知らないでしょあたし教わったから知ってるわ女は茶ぶ台の上に飲みかけの茶をこぼし その水を人差し指の先につけて怪しくビルジニスと書いたそして自分で怪しむらしく小首をかしげかしげ終わりの IS を消しては書き消しては書きした「それ見ろお前はやっぱりあれに違いないよまさにどうしてもそうじゃあ勝手にそう思うがいいわ私 「そんなら大事にしておこうあなたにあげるのよして」「ふてくさってこう言いながら女はそっと男に近寄り急にそのコンタスをひったくったそして慌ててたもとの中にそれを隠しながらしっと目で制してにらみ何食わぬ顔で済ました」「その時ふすまが開き酒と魚とが運ばれた。 「さあお前さんも」と彼女は言った「一つお上がり」「口を開いて」「口をよ」そして彼女は杉橋を裂き一切れの寿司をつまむと「口をおあってばさん」と男が差し出した手のひらをピシャッと打っていった男は卑しく笑いながらあんぐりと黒い口を開いた「バカな犬さんさあお帰りこれはお預けよ」 彼女は大きな飯の塊を無理に男の口に押し込みそのぶざまに頬張った口つきを見てアッハッハッハと高く笑いながらもう一遍ののり巻きをつまんでその男の手のひらの上へポイと投げた「ワンワンこれはどうもえらいごちそうさまエッヘッヘッ」えっへっへ。卑しくこう笑ってピシリと膝節の音を立てながら立ち上がった時。 そのつるりとした男の顔は不気味な赤みをさしていたそしてその細い目がこんなに大きく開くのかと驚かれるほど大きく目を向いてギョロリと女をにらむと再び目を細くして声もなく口をいっぱいに開きそして去った「あれは犬なのよ本当の犬なのよ」 と女はちょっとのまあ気配をうかがったあとで言ったおみから回されてこんなところにまで化けて入り込んでいるのよあれをかき出しにかええだからあたし犬扱いにしてわざとお客の前で足の指をなめさせてやったりするわするとあの犬本当になめてよお前を恨んで 疑っちゃいないなのか疑ってるでしょうロン私はまたわざと疑らせてやるのよこのコンタスだってこちらから見せてやったことがあるわあんまりしつこく神棚の奥を覗いたりなんかするからそんな無茶なことをして捕まったらどうするんだ捕まったってたかが殺されるだけじゃないの私殺されることなんか 怖がないからあなたみたいに臆病じゃないわそして彼女はからかうようにちょっと男の顔を見にこりと笑って酒を飲んだ「そりゃそうとあなたは掘り物師さんねんじゃなかった芋の師さんね」と彼女はつまんでぶら下げたコンタスを眺めながらまた急に元気な調子で言い出した「あなた これ欲しい欲しければあげるわその代わりあなたこれをお手本にして一つ私を掘ってくれないきれいに上手にえそしたら私こんな嬉しいことないわこの私が聖母様に似ようってわけだから何のことだまあわからないの あなたは私を作るつもりで実はあなたの胸の中に生きている恋人の像を作るのよそしてそれがあなたの胸の中の恋人に似れば似るほどそれはきっとマルヤ様のように神々しく美しくなるんだわそしてそれがまたどこか私にも似るのよねよろしい 男はうなるように言った。俺はそれを作るよきっとそれを見たらお前は俺がどんな人間か初めて少し分かるだろうええー、どんな実のある人かそれを見たらね私にではなくってよだけどそうしたらあたしあなたの奥さんになるわそうして女はまた男の目をにらみ 高らかに笑ったからにっ通りを流す哀れなチャルメラの音の中に秋の夜は更けていった朝日の照り返しに目がちらちらとしみるような石畳の道を勇者はおのずとめいり込んでゆく胸の暗さを抱いて 祥然と自分の家の方へ歩いていた「俺は芸術家だ坊主でもなければキリシタンでもないだから自由でいいんだ」という意識と本能的な呵責の念とが彼の頭の中で格闘していたしかしそうしてめいりながらも彼はまだ酔っていたむせ返るような前夜の幻に酔っていた 険しく睨んでいるその奥で見る者の心をギュッと捉え底知れぬ闇の世へひっさらってゆくようなくしくも甘い目つき脅かすよりはむしろそそのかすように八の字を寄せるその狭い額その炭行な薄い唇むせ返るようなみずみずしい黒髪の油と 化粧した肌の匂いその女が散々嫌がらせを毒づいたあとで「あなた怒った」と言って上から彼の顔に煙を吐きかけた時の笑顔その顔が彼の脳裏に刻み込まれて離れなかった彼がその女名は君かと言った似合ったのは昨夜が二度目であった 最初彼女がオランダ屋敷へ赴く列の中にいたのをちらと通りで見た時彼は実に打たれたように驚いたのであったなんという世にもそっくりな味方であろうそして彼は自分の胸の動機を自ら聞けるほどに喜んだのであった俺はあの女を買うことができるそしてあの女によって おそらくあの人に触れえぬもだえをまやかすことができると第一に彼は思った。そして同時に俺の一方のかねての野望をも十分満たすことができる。俺はその口実を得た。次に彼はこう思った。と急に胸が押し潰されるように苦しくなり出して頭を振りまたうなだれ。 そして家へ帰るとその酔っぴて不眠に悩み明かすのであったしかし夜が明けるや否や真っ青な顔をした彼はネズミ色の沖から吹きたる浜風に身を震わせながら出島の私の脇に佇たずみ一船一船七八人ずつ組になって将上と戻り来る遊女の群れを 充血した目で見守っているのであった5番目の船に公家はそのやつれた小さい顔を茶色のおこそずきんに包んで乗っていたそして館の二階の窓に寝巻き姿の半身を乗り出してニヤニヤとぼんやり彼女らを見送っている23の外人に向かって唾を吐き「バカ」と言って 後ろ向きに腰をかけると頭痛がするらしくその青いこめかみを押さえていた勇者は彼女の後をつけたそしてその家を見届けると家へ帰って昼まで寝た彼が義老というものに初めて上がったのはその夕べであった彼は今もミカのことを思うと その幻が彼の久しい恋人であった信者の娘モニカの幻とごちゃになり一つになりそしてモニカの幻は前者のそれの後ろに次第に消えてゆくような気がしたいな後ろに消えてゆくというよりはそれより高く上に暁の星のごとく薄れてゆくごとくに思われたその2つの幻が 混同することは彼には紛らしようのなない苦痛な事実であった。彼が2年の間一筋に焦がれに焦がれその焦がれが崇拝になりついにそれが絶望と決まった時次第に熱情的な戦友の欲望が静かな諦めの祈りと変わり宗教的憧れと返事一方天高くはるかに 仰ぎ見るごときぬかづいた心でいながらしかもその人が世にも不幸な儚いものに思われて慈悲の目で影から見守ってやりたくなるそのひめやかな宗教的記念その記念ゆえに今までともかくも身の過ちを免れてこられたのにその記念に対する美しい欲望の実相は 実にこの遊女によって満たしたところのものであったのかと思わざるを得ないことは彼の心をとめどなく傷つけ暗くせずにはおかなかったそれにもかかわらず彼はその遊女のことを思うと幸福に満たされずにはいられないのであったなんだかあなたの興奮しておっしゃることは不自然で 虚偽なところがあるみたいだわとあいつは言ったっけなそして自分を不実な男だと自分が思うのが嫌なもんだから強いて人に自分を実のあるものと思わせようとする厚かましくもとも言ったっけな彼は微笑みながら一人ごったあいつはからかっているんじゃない実際 とののことを言ったのだ。しかし見ていろその不実者が何をするか「おお、そうだ」と彼は何かに思い当たったごとくステッキを打ち振るって言った「俺はあいつを見受けすることができるのだ」「俺は見受けしてやるだろうきっと」そして俺は今の世間の小狐どもから遊女にうまうまつられた。 あの間抜けがと笑われてみたい。それは俺から一層緊張した力を引き出すであろう素敵だあいつは俺を嫌ってはいないな確かにうぬぼれではない彼はその時の幸福を想像して踊り上がるほどの若々しい力をうちに感じながら荒々しくうちの格子戸を開けた一夜を議論に明かした彼は おばへの手前、そういう場合にすぐそれとけどられるような、憔悴した後ろぐらい様を見せまいとして、わざとこちらからおばを圧倒するような態度に出ようと、その瞬間に思ったのである。やぜん、この人がお見えになってな、おばは不安な調子で言いたお前に何ぞご用があると言ってたじゃ。そして、 彼女は大きく切った男子に「沢の中庵」としたためた名札を渡しながら悠さの顔色をうかがった「沢の中庵」と悠左はその名札を持って立ったままいぶかしげに首をひねった「聞いたことのある名だがどんな人ですね日本人じゃないのよ偉人さんでなあ。 それもお前まあ二目とは見られぬ恐ろしい顔のなそれがまた和服でしかもお役人らしい羽織袴をつけてじゃうこう言っておばはため息をついた「そうですかははとと勇者はなんだか笑いたくなって笑ったなんとかことづけていましたか また来ると言ってじゃったお前ドおは声を低めていったあれはバテレンじゃなかろうかさあ近頃のバテレンときたらひににでもおんにでも平気で化けるからあるいはそうかもしれないがユーサはもっともらしく首をかしげていったしかし それにしても変ですね僕に用があるなんてことによると天狗かな天狗とは当時迷信家たちの間に悪魔とか品で言う鬼とかいう意味に使われていたそうよ本人おばは思わず恐怖の真面目さを持っていったああ なんという嫌なものが舞い込んだもんじゃろうがあたしもう恐ろしゅうて恐ろしゅうてあの陣がバテレンの化けた者じゃとしてもお上のお役人じゃとしてもどっちにしてもお前の身によいことはない気がするでなあ。おんにてんぐよ。これをごらんなさい。 何しろ僕はこんなものを持ってるのですからね。ウサはそう言いながら懐から例のコンタスを出してみせた。「もうお前それは」。おばは内心恐れきっていたものを面と見せられたように目を丸くしたまげたようにウサの顔とコンタスとを見比べたなり小じわだらけの耳の根まで赤くして歯のない口をもぐもぐと動かした。 <laughs> と勇者は大声で笑った「僕は芋の師ですからねどんなものだって参考にいるりうなのですよまあ見てごらんなさい面白いものでしょう」ユージョユ「遊女・公かをいよいよ見受けする段になった時おばが必ず強制的に反対しないまでも必ず喜ばないであろうことを思うと」 彼は今からちょっとこのおばに行けずをしたくなるのだった。そして彼は恐ろしい憤苦と絶望の淵に沈んでいるおばを残したなり、口笛を吹きながら自分の道場へと立ち去った。奥阿ばら、あれは悪魔に見込まれたのじゃ、切りしたんじゃ。そして私もそれで捕まった 共に殺されるんじゃ彼はおばが後でこうつぶやいて身も世もあらずめいり込んでいる様を想像して心から気の毒に思いながらもおかしくなって一人笑っていたそして例のコンタスに幾度も接吻し続けながら部屋の中を歩き回っていた。